ンマン、8月12日からの物語はどうなる。朝ドラ至極高い機会、浜辺美波、養女優椎高志純、佐久間由衣、中田青渚。あらすじ。万太郎が虎徹の教師からの問い合わせが答えたことがきっかけとなり、全国の教師たちから植物についての問い合わせが集まるようになりました。そしてそんな要望に応えるため万太郎は新聞広告を出すことにしました。それから3年の月日が経過。3年の間に十徳長屋の住人たちが次々と旅立ち、新しい生活を始める一方、牧野家では千歳が4歳、次に生まれた百鬼が2歳、さらに聖子は妊娠中でした。そんな中、波多野と藤丸が十徳長屋にやってきました。万太郎が波多野や藤丸との再会に喜んでいるその時、こわもての男が十徳長屋に乗り込んできました。予習レビュー。今週は牧野家の借金のエピソードが描かれます。今週放送されるドラマの中で描かれる借金のエピソードは史実の中のエピソードに基づいたものです。一方、これまで放送されたドラマの中では、万太郎くんと聖子ちゃんが結婚したのを機に、万太郎くんは実家からの仕送りをもらっていません。祝言の際にあやちゃんから渡されたお金が実家から最後にもらったお金。そのお金は、石版印刷の設備への投資で全て使ってしまいました。その後、図譜を打って投資の一部は回収したようですが、それでも生活に充てるお金はごくわずか。スエコちゃんの内職だけではとても足りない状況であることが描かれました。では、史実の中ではどんなことがあったのでしょうか。リアル万太郎くんは結婚後とも実家からの仕送りに頼っていました。しかし、リアル田辺教授に大学を追い出された直後に、実家の経営が行き詰まり仕送りが途絶えることに。実家からの仕送りは途絶えてもなお、リアル万太郎くんは高価な文献などの購入をやめませんでした。その結果、実家からの仕送りがなくなってから2、3年の間に借金は2000円。現在の貨幣価値でおおよそ4000万円ほどになったのだとか、4000万円という金額だけでも大変なことですが、4000万円の借金には高利貸からの借金も含まれています。リアル万太郎くんの家計、とんでもない状況になっていったのでしょう。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。